アミューズボイスアクターズチャンネル。ボイズ今かです。はい、牧野由依です。はい、というわけで今日の企画はこちら、牧野由依の好きなこと100個言うまで帰れま100。帰れませんじゃなくてね、帰れま100。帰れま100。これさ、すごい楽しい企画なのかなと思いきやさ、前二人めちゃめちゃ大変。もうね、そうね、結構序盤で、なんだろうってなり始めるとこはね、ね、あるじゃん。3段階ぐらいあるから。だって、もう後半になってくると、かりんちゃんとか、それさっき言わなかったっけね。ちょっと違う。そうだよね。まあ今回はその100個言わないと、帰れないんで。早々に帰りましょう。早々に帰りましょう。早く出して、早く帰ろう。ましょう。はい。では、早速やっていきましょう。おっ、ではやっていきたいんですけども、うん、好きな順番じゃなくても全然いいので、うん、あの思い出して言ってもらいつつ、100個いきたいと思うんですけども、はい、まあ記念すべき、じゃあ、はい、牧野由依の好きな100個のうちの1個目、はいはいはい、もう浮かんでます。浮かんでます。ああ、もう、はい、サクサクいきましょう。じゃん、はい、グミ。おい。さっき食べたもんね。グミグミ美味しかった。さっきね、ミネ食べたもんね。ちょっとフナちゃんと好みが合わなかったけど。まあまあまあ、人それぞれですね。グミでしょ。いいです。2個目が、ウイスキー。ああ、なるほど、はい。いいですね。3が、はい、島町。島町？焼肉のホルモン。ああ、広がるでいいですか？いいよ。えひれ。ああ、いいですね。美味しいですね。あと5、エゴマの葉。あ、なに？韓国料理とかでよくサムギョプサルとかで葉っぱの葉。そう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 、エゴマの葉。6、おかひじき。おい、なんかつまみつまみがやっぱ多いですね。ウイスキーからもう。そう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 、もうそこから着想を得ていくかなって。おかひじき、おかひじきで、7が高知のフルーツトマト。おえー、8、筑前煮。あー、9が生麩。生麩ってお豆腐の麩？あ、腐らない方。でから、10が不満獣。不満獣の麩は？そう、生麩の麩。あ、生、これも腐らない方。腐らない方。ビンチョウマグロ。おー、いいですね。ふわーってきたな。12マグロ。おー、そうなんですね。金柑。金柑って、この間、アミボチャンネルでいっぱい、フェス、呼ぶちゃってたら金柑ですか？あれは金柑です。あ、私がむしゃむしゃしてて、モエピが動画を撮ってくれた。ずっと食べてた。多分あの箱の半分ぐらい私食べてた。戻ってきたらすぐ食べてた。え、なくなってるってなってた。でも、あんまりみんなさ、金柑を食べ物だって認識してなかったでしょ。え、なんか、あんま皮ごとっていうのが慣れてないかもしれない。あ、みかん系を。みんな素通りして、あ、じゃあ私が代わりにみんなの分も。俺毎回やってたら、半分ぐらい食べちゃった気分。だいぶなくなったじゃん。ゆるむ茶、韓国のお茶。ゆるむ茶。ゆるむ茶。アコヤ貝の貝柱。あ、貝柱なんですか。そう、芋柄。芋柄、なんかつまみっぽそうですね。さつまいもの茎。え、さつまいもの茎ってあれ名前あるんですか？芋柄。私幼稚園の時、うん、芋掘りとか、まあよくやるじゃないですか、うんうん、さつまいも掘りやって、その後にそのさつまいもと茎も、その茎、うん、も食べてたんですよ、うん、あれ美味しいなって思って食べてて。美味しいね、それ。芋柄っていうの、あ、多分柄。17ですね。セロリ。私ちょっとクセ強野菜本当にダメで、あ、セロリも結構なんかクセ強の香りじゃない。ありがとう、モエピ。18番いこう、パクチー。あー、よかった、ヒントを与えれた。パクチーもダメなんでしょうか。ダメだよね、きっとね。あ、シソの葉。あ、シソ好きなんですよ。あ、そうなん、日本のやつは大丈夫なんだな。あ、じゃあ、なるほどね。梅系、酸っぱいのとか、そういうの好き。ありがとう。20番梅で。レンコン。あー、いいですよね。レンコンね、ホクホクしてて。水ナス。なんか、
結構食べ物なんかちょっと待って、食べ物かな、これは私の作戦です。いちご。あー食べ物です。美味しいよね。あまりんっていういちごが好きです。え、知らないかも。24、あまりん。あと25、きいちご。きいちご、きいちご、小学生の時にきいちごが通学路に生えてると思ってさ、ずっと美味しいから食べてたのね、うん、そしたら後でなんか百科事典みたいなの見たら、私食べてたのヘビイチゴで。え、うん、似てんのよ。え、食べて大丈夫なやつでした、ね、なんか食べ過ぎなければ。え、大丈夫出したりとかしてなかったから。ヘビイチゴもでも美味しかったってことですか。美味しかった美味しかった。じゃあヘビイチゴも買いとこう。そうですよね。そうそう、好きだったからもう食べてたもんね。あとは、ハラミ。ハラミ、はい、牛タン。え、いいですね、うん、あ、レッドロブスター。おー、これあれお手手で食べるとこ、お手手、あ、お手手で食べたりとか食べるやつもある、食べるのもあるかな。 あとはイクラ。あー、もう絶対にこれは美味しい。とびっこ。あー、お、畑のキャビアと言われているトンブリ。トンブリ、はい、トンブリは野菜なんだけど。野菜、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 こんななんか豚が魚かみたいな見た目してんのに名前。野菜似てモッツァレラチーズ。あー美味しいですよね。ブラータチーズ。あ、チーズシーズンだ。チーズチーズよ。次はどのチーズ。次は、カチョカバロ。何、カチョカバロ。カチョカバロ。あ、カチョカバロ。カチョカバロ。ミモレット。あ、ミモレットチーズ。なるほどね。なんか尋問されてるみたいだね。ねここ辺からね、厳しいです、ね、え、じゃまだ頑張れる私。本当？ギリシャヨーグルト。あ、美味しいですよね。美味しいね。そうですね。あとはコーヒー。あー、もう美味しいですよね。そう、妊娠中もずっと飲んでて、マネージャーさんがちょっとあまりにもって言って、いよいよノンカフェインのやつをうちに送ってくれた。そろそろ考えてくださいねって。いや、そうですよね、うん、もう今はもうでもバリバリね。もう今もバリ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 取ってます。1日5、6杯飲んでます。ああ、結構飲んでるね。結構飲んでる。ああ、思ったより。そう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 、飲んでる。寝れなくなったりしないんですか。寝る前にコーヒー飲んでる。あ、変ですね。そう、変ですね。そう、変なんです。私ライブの前とかも、うん、コーヒーとレッドブルを、うん、ということで、レッドブルですね。あとは何ですかね。オイコス。おー、おー、私も好き。じゃあピアノ。あー、もうそれは確かに、はい、曲タイトルとかでもいいわけだよね。そうだよね。そう、でも好きの、だって何もね、これはダメですか、書いてない。早く帰ることが目標でしょ。そう、100個出してフランス人形っていう曲が好きですね。アラベスク。アラデスク。アラベスク。あ、アラベスク。ショパンエチュードの黒鍵。ショパンさんが書いた練習曲。なんか黒多くないって。足多くない。シュレッダーから出てきた紙みたいな。同じくショパンエチュードの革命。指の要はテクニックを磨くために結構難しく書かれてて、うん、私は大学のなんか推薦入試の試験でだいたいこの2つ組み合わせないんだけど、うん、うちの先生が鬼すぎて、うん、黒鍵と革命両方2曲続けて弾くっていう。どっちもムズ？黒鍵は右手が死ぬの、めちゃめちゃ動くから。で、革命は左手がめちゃめちゃ動くから、うん、もう右手も左手もなんかもうバキバキみたいな感じだ。46がリストの2つの伝説。この曲ですか。これも曲ですね。ドビュッシーの甘色の髪の乙女。あ、私それならわかる。お、ダダダダダダ。あー、あ、め、あ、それ好き。あ、嘘、それ月の光だ。甘色の髪の乙女はそれもでもドビュッシーですよね。ドビュッシー、ドビュッシー。今次月の光を言おうと思ってて歌っちゃったの。じゃあドビュッシー続きで、はい、アラベスク。お、ドビュッシーじゃないよ、アラベスク。はい、そっちのアラベスクはギロックのアラベスク。ギロックさんの、ギロックさんの、ドビュッシーさんのアラベスクです。クロイツェルソナタ。おっとおっと。月に疲れたピエロ。へえ、おしゃれ。なんかマドリーズ。
マドリズ？マドリズ。いやちょっとマドリズか。ゼクシー。お。ゼクシー。でも夢があるんですよ。もう 50m のバージンロードでロイヤルブルーのこのなんかカーペット、うん、その上をこう自分が歩く日が来るのかななんて思ってたら一切歩かずにここまで来ましたね。おっとなんかちょっとなんか気分が変わって。じゃあ54いきます。54で、54はですね、ちょっと触れたいけどちょっとダメだったか。来世に来たい。まだチャンスある。まだチャンスある。いける？いやもうないかな。54結婚情報サイト。ホットペーパービューティー。いいですよね。ニトリの公式サイト。あ、ニトリじゃないんだ。大体私のこの夜の生活がわかるねこれ。ユーキャン。おっと。お。別に取る予定もないので資格の一覧を見て楽しむ。アマゾン大好き。アマゾン大好きすぎる。そうっすね。ゾゾタウン。あ、ゾゾタウンもね。同じくね。ゾゾタウンもめっちゃ見てます。あ、辛くなってきた。オイシックス。オイシックス。オイシックス。好きな色シリーズ。あ、シリーズシリーズでいきますよ皆さん。ついてきてください。まずは。まずはベージュ。ベージュ。まずベージュ。まずベージュ。ピンク。あ、ピンクは、ね、ピンク。ほんと、本当に。紫。いや、紫も私大好き。紫。ゴールド。いいですね。あと、白好きですね。あ、黒も好きです、ね。あった。好きな食品サンプルめちゃめちゃ好き。え、どういうことですか？食品サンプルすごい好き。え？心から好き。どういうこと？いつか作りに行きたいと思って。ありますよね、作れるとこ。そう、一時スマホのケースにたい焼きがついてたこと。友達でいました、食品サンプル大好きな子。いや、やっぱいる、一定数いると思うの。キーホルダーめっちゃつけてた。そう、なんかチャーハンとか。あ、そっち系の結構リアル系だから。そう、でもちっちゃめなの。でもサイズちっちゃいシリーズが、そう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 、それが可愛いのよ。なるほどね。そう、ジダーチャリノって可愛いんだよね、68ミニチュア。あー、いいですね。ガチャガチャ69。ガチャガチャします？ガチャガチャ好きです。まあそうなんだ。クックパッド。クックパッド。クックパッド。デリッシュキッチン。おお、まあ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 。あと、あとありますよ。ありますよ。それ系でいくと、うん、テイスティージャパンっていう、よくツイッターに流れてる。わかるわかる。あのなんか多分海外のやつなのか、日本のかな。うん、すごい簡単にさ、その言ってくれるから作れそうって思っちゃうんだよね。あれ絶対大変だと思う。大丈夫だ。うわ、辛い。色はいいんですか、もう好きな色。キラキラ。お、あ、もうキラキラはもうみんな大好きだね。春。あ、季節だと春好きですか。春好きですね。あと秋も好きだよ。あ、ちょうど暑くもなく寒くもなくシーズンね。あとさ、うん、冬もいいよね。あ、うん、夏は大丈夫。あ、そう。あ、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 ヒョウモンとカゲモドキ。おい、私も大好き。レオパ。そう、めっちゃ可愛いよね。可愛い。すごい。買いたいんです、私も。わかる、私も買いたい。あとはそうですね、ヤモリ。お、ヤモリもね。ヤモリ、ヤモリ見るとテンション上がりますね。うん、化粧品。いや、そうですね、はい、生き物はでもこんだけですか。犬。そうです。あ、ね、そうです。そうそうそう、そうでした、そうでした、うん、猫も好きよ。あ、チンチラ。おー、かわいいですよね。チンチラもほんと買おうと思って、うん、チンチラに出会うべくペットショップに行ったんだけど、うんうんうん、そしたらだいぶ大きくなって、こうケージをこう新入りの子たちと分けられちゃってるワンちゃんがいて、あ、これはって思って出会ったのが今のうちの。あ、そうなんだ。そう、あとはそうですね、ハムスターずっと飼ってましたね。あ、そうなんだ。あとはそうですね、ハム。あ、俺ちょっとなんかあ、そのつながりちょっとまずいかもしれないけどちょっとまあでもまあ思いちゃったから仕方ないよね。生ハム。あ、もっとやばい。もっとやばいね。やばいけど仕方ない。あ、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 香水。ああ、
アロマ薬あ、うん、やばいやばいやばい後ろの成分表を見るのが好き。あ、それどうやって書くのがいい薬の成分表を見るのが好き好きあ、スキウサギ好きスキウサギご存じない。スキウサギ、スキウサギ、キューライス先生が描かれてるスキウサギっていうキャラクターがいて、でそれがこう漫画になってて、コミック本とか、あのキューライス展って先生のなんか展示会みたいなのちょっと行ったりとか。あ、ありました。よかった。はい、地元の海で、あのアラメを振り回すのが好きです。アラメ？アラメという海藻ですね。それを振り回すことによってどうなる？それを振り回すことによってその海藻が飛ぶんですよね今年はよく飛んだなみたいな田舎に帰った時にその年の干支のつなぎパジャマを着てやることが多いんだけど、言葉を失うそうでしょうね。干したてのお布団に飛び込むのが好き。あ、いいですね。それは確かに、はい、いい。宿泊先のベッドに、お風呂に入った後に真っ裸の状態で飛び込むのが好き。布団に？はい、そうですね。私はそれをファーストお布団って呼んでる。あ、ファーストお布団いただきました。だから前乗りとかあるとちょっとテンション上がっちゃう。もうそこを楽しみに一日ずっとこうなんか気分を盛り上げていく感じ。あとそうですね、来ましたね、結構ゴールが見えてきましたよ。車の運転好きかもしれないですね。なるほど、いいな。自転車も好きですね。自転車乗られます？乗りますよ。そうなんだ。乗る乗る、全然乗る。95、金木犀。なるほど。金木犀を本当に好きで、ハンドクリーム今持ってるのも金木犀の香りですね。あとは最近知ったんだけど、銀木犀。何それ？銀木犀っていうのもあるって知って、4月の頭ぐらいに銀木犀って、今度は白いお花、匂いもね、ちょっと金木犀よりかは薄い匂いがするんだけど、甘い同じような香り。そう、知らなかった。あ、カトリセンコ。いい。カトリセンコ。この並びで。あ、もう終わりが見えてきた。来ましたね。あと2つ。散歩。ここに来て、やっぱ。で、99。寝る。あ、散歩して寝て。最後。最後。これもう温めてたやつですか？はい。フラのラベンダーティー。フラノラベンダーティー。フラノ、あの北海道のフラノ、緑茶ベースで、でラベンダーの香りがするんだけど、そのラベンダーの香りっていうのが、北海道の上富良野市のラベンダー畑で育ったラベンダーさんを使っているっていう。へー、あまりお見かけしなかったの、でなんかその見つけるとすごく嬉しくて、ツイートとかしてたら、そのフラノラベンダーディの発売元のポッカサッポロさんが、私のことを見つけてくださって、でそのご縁があって今上フラノの PR 大使をやらせていただいてる。お後がよろしいようです。めちゃくちゃよろしいよね。私の頭の中ほぼこれってことだよ。あ、そうです、そうだよね。そうです。確かにハムスター、ハム、生ハムここ一番ひどかった。ここ90とかみんなやってみたいんじゃないかな。やってみたいか。心のどこかで。ちょっとでもね、気になるでしょ。結構楽しいのよ、遠心力が。しかもだってそのエトのさ、服着てやるってのそう、ちょっと一緒にやりたいもんね。だってあの周りの人たちの目ってさ、すごいよ、この時。でもみんながいる周りでやるの？やってるよ。え、これみんなやってます？みんなやってそんな海岸嫌じゃない？みんなそれやってる海岸。地元の海はそれが定番じゃない？違う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 。
あ、沖野家ではって私だけでも家からその江戸のつなぎの場所に行って、あ、しかも家からなんだ。結構でも近い、海も近い。そう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 、うちのいとことかは一緒に海まで行くのもすごい嫌がって、いや近づかないで、近づかないでってずっと言われる。身内が嫌がってるんだもんなんてまあでもちょっと、まあ、ちょっと楽しそうですね。そう、うん、ちょっと気になりました。ぜひやってくださいはい、というわけで、はい、今日の動画は以上でございます。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。またね。としたら、このフラノラベンダーティーと100と16を足して芋柄のフラノラベンダーティー茶漬けっていう、え？めちゃくちゃ美味しい何回か見てるけどええ芋柄、え、待って、芋柄の芋柄を刻んで、うん、まあ、お茶漬けの具として芋柄ラベンダーティー茶漬けですね。それを夏に食べるとすごい幸せを感じます、ね、がもう夏の私の風物詩ですね。ラベンダーティー茶漬け。